に入り、いよいよ本格的な暑さが続く時期となりました。梅雨が明けるこの時期はまだ体が暑さに慣れておらず、熱中症になる人が急増します。体温の調節能力がまだ十分に発達していない子どもや、暑さや水分不足に対する感覚機能が低下している高齢者は特に注意が必要です。熱中症を予防するには暑さを避け、こまめに水分を補給することが大切です。また体調の変化に気をつけ、めまいや頭痛など少しでもおかしいと感じたら無理をせず、少しい場所に避難するなど命を守る行動をとってください。なお、岐阜市では暑さを避け、休息できる場所としてクーリングシェルターを開設しています。クーリングシェルターを開設しているこの施設では、このポスターを掲出していますので、体調がおかしいと感じたら熱中症予防のためご活用ください。